はい、梅です。こんにちは。どうもどうも。今ですね、ディズニーシーの、ボルゲーニア、こちらに来てます。ボルゲーニア中華レストランなんですけども、こちらはね、ボルゲーニアセット、こちらがおなじみなんですけども、この写真の中にあるこの天津、こちらがですね、はい、見てください、15周年限定メニューっていうことで、これをこれから食べてみたいと思います。いやー、なかなか来れなかったんだよね。うん、やっと今日来ることができました。じゃあ行ってみましょう。行ってきます。はい、じゃあ今日このボルケーニアセットにしたいと思います。セットに天津ですね。すいません、ボルケーニアセットお願いします。チャーハンとあんかけ焼きそば、はい、どちらも。なんかシーフードはミッキー乗ってるっぽいんで。そうですね、ミッキーが乗ってます。ですよね。あ、そうなんだ、はい、じゃあこっちでいきます。はい、ありがとうございます。11個、はい、すごっ。これが野菜サラダ、はい、蒸し鶏のサラダ、サラダ3品とデザート4種類。あー、なるほどね。ここはもうこの、じゃあ15周年で、はい、はい、はい、じゃあ一品取りました。あ、半分でね。アントレ4つね。唐揚げとチリソースと麻婆豆腐と、ね、どうしようかな。じゃあ唐揚げで。おお、ミッキーだー。はい、ありがとうございます。はい、はい、ホットのウーロン茶。はい、ありがとうございます。はい、ボルケーニアレストランやっと来れました。いやー、長い道のりだった。では早速食べてみます。はい、じゃあいただきます。いやー、うまそうだ。すっケーマス、まずね、匂いがすごいんだよ。中華ってさ、美味しそうだよね、匂いがね。いやー、楽しみだ。なんて言っても、まずはこのあんかけ焼きそばだよね。上にですね、ミッキーの人参乗ってんですよ。そのか人参だけ取ろうか、ちょっと待ってな。はい、見てください、このミッキー人参、かわいいですよね。彩りがいいね、ポツンとあるんだよ、かわいいし。人参大好きなんで楽しみです。はい、では早速このあんかけ焼きそばからいただきますね。塩味かな、さっぱり系ですよね。個人的にね、濃い方が好きなんだけど、どうかな。いただきます。さっぱりしてます。濃くはないね。もっと濃い味かなと思ったんだけど、あっさり塩味の海鮮五目って感じです。辛くはないね。これね、海苔には乗ってんだけど、あの海鮮海苔、ちょっと今ピリ辛だね。わさびが入ってた、わさび入りの海苔があってアクセントになってました。おお、結構平坦な 味かなと思ったら、ピリッと効いてて、今ちょっとあれと思いましたね。なかなか洒落てるね。じゃあ、アントラ4つあったんだけど、4つのうちのこちらの唐揚げいってみます。また取り替えって感じなんだけど、悩んだんだよこれ。アントレもね、あとあの副菜もね、鶏の他にさ、ね、麻婆豆腐、エビチリ、豚の黒酢、甘煮黒酢と鶏ってあったんだけど、やっぱりね、チキンが一番みんなが注文するんじゃないのかなと思って、チキンにしました。エビチリとかやっぱ人によって好き嫌いあると思うし、麻婆豆腐もね、良かったんだけど、麻婆豆腐って家でも簡単に作れちゃうから、ちょっと無難だなと思ったので、ちょっとこちらのチキンにしました。いただきます。チキン美味しい。多分これ竜田揚げに甘酸っぱいソースが使ってますね。なんだろうな、これソースが美味しい。これね、美味しいんだけど、具が、味が濃いので、
ちょっと焼きそばの味が薄くなっちゃいますね。うん、さっきの黒酢も麻婆豆腐もこの唐揚げもほらご飯が進む系のおかずなのでチャーハンの方がいいかもしれないね。いや、いよいよ15周年の天津に行きます。15周年天津開封の儀です。行きます。おー、湯気がすごい。はい、グーフィー来ましたよ、15周年。じゃあ天津いただきます。天津はですね、醤油とこの酢でちょっと天津ソースというかあれを醤油作ります。はい、まず醤油ドバーっと、まず、はい、醤油あるかな、このキッコーマンをですね、はい、キッコーマンだーっていきました。はい、でそれにこちらの酢ですね、ビネガー、これ酢をいきます。これ面白い、醤油はキッコーマンだけど酢はハウスでした。ハウス何でも作ってんだな、カレー以外にもこの酢も手掛けるとか。天津何から行こうかな、これ行ってみようか。これなんだろう、このもじゃもじゃ、これ卵かな、シューマイに卵かな。はい、じゃあこちらいただきます。シューマイです。美味しい、めっちゃ中華。ぶっちゃけボルケーニアってさ、バーミヤンだよね、バーミヤンクオリティかな、よくもある。うん、チキンと唐揚げと天津と焼きそばでもう具沢山でいいですね。はい、天津第2弾、こちらのグーフィーいきます。グーフィーいくよ、うまそうだな、いただきます。これ何なんだろうね。おお、もちもちしてなんかね、肉まんとかシューマイみたいなものが入ってますね。天津ちょっとあんま詳しくないんであんま分かんないんだよね、ごめんね。天津はあの香港ディズニーランドに行くと天津いっぱい食べれるのでよく香港では食べてますね。でもこっちの天津も美味しいよ。ドリンクは今日は寒いんでホットウーロンしました。さすがボルケーニア、ホットコーヒーないんですよ。ホットが紅茶とジャスミン茶とウーロン茶しかなかったので今日はホットウーロンにしました。はい、今チキンが食べました。あと天津と焼きそばなんですけど、これね、ここでいいですか、ここで毎度おなじみあの言葉を言います。結構量ある、これはね意外と多いね。エビでかい、エビでかい。これね、分かった、あの天津が意外に重たい。天津じゃなくてこれデザートとかスープとかサラダだったらもうちょっとお腹もねそこそこだったと思うんだけど、これは量あるね。天津最後これいきます。なんだろうこれ、まんじゅう、いやまんじゅうなんかバカないよな、なんだろうこれ、いただきます。肉まんです。これ食べたらね、もう餃子ドッグ食べれないね、もうかぶりすぎてて。これは醤油なしでもいいかもしれないね。はい、完食しました、うまかった。はい、ボルケーニアのスペシャルセット完食しました。これは非常にうまい、うまくてボリュームがすごい。サイドをですね11種類確かサラダ、確かサラダ4種類デザート4種類でスープと天津とかからで確か11種類だよね。でそれで天津にしたんですけど、天津
副菜アントレとでメインとおかずが3点になるので、これはめちゃくちゃ量ありました。でこれで1700円ですから、値段とこのお腹のボリューム感考えたらコスパかなり高い。でチャーハンは多分ご飯に対しておかず、要はここねおかずがすごい濃い味のおかずが多いので、チャーハンの方がよりパク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 食べれると思います。ただ今ねそこでパッと見た感じ、チャーハンとこの五目焼きそばだったら五目焼きそばの方が具が多くて、なんかねいっぱい楽しめる感じがしました。チャーハンはねあのサンプル見た感じなんか具がちょっと少なかったので、なんかね飽きる気がする、なんとなく。ただ味としてはここはおかずはご飯が進む系のおかずが多いので、多分ね味としてはチャーハンの方が美味しい気がするな。ちょっとね焼きそばは塩味で薄い塩味だったので、ちょっと俺はね濃い味が好きな俺はちょっと物足りない感じがしましたね。それでも量がいっぱいあったので満腹感はあります。このボリュームで1700円はかなりお得です。おすすめします。ボルキュニアセットもっと早くればよかったな。これは美味しかった。お腹いっぱいになるのは天心ですね。はい、以上ボルケーニアの15周年メニューの紹介でした。じゃあね、バイバーイ。